ツイステッドワンダーランド。こんにちは、サリです。ツイステッドワンダーランド続きやっていこうと思います。前回はエース君が食べてしまった寮長のタルトをみんなで作ることになりました。今日はマロンタルトに使う栗を拾いに行くところからのスタートです。それでは始めていきましょう。スタート。エピソード1の10、君臨ビースト、栗拾いにやってきました。学園裏の森。おお、本当にたくさん栗が落ちてるんだぞ。これだけあればマロンタルト食べ放題。早速拾って、あれ、ふな、栗のトゲが肉球に刺さったんだぞ。危ない危ない。素手で拾うのは無理そうだな。拾ったものを入れるカゴかバケツも欲しい。バケツとカゴ、どっかにあるかな。植物園の中にどっちもありそうじゃね。そういえば近くに植物園があるって先輩たち言ってた。行ってみるか。え、植物園入れるん？行こう行こう。お、植物園温帯ゾーン。わあ、植物園来た。うわー、思ったより中広い。どんな植物があるんやろう。これだけ広いと管理してるやつがいるはずだな。手分けして探してみるか。魔法の植物とかありそう。じゃあ右に行く。俺は左に。グリムと監督生はまっすぐ奥へ行ってみてくれ。了解。管理してる人を探しに行こう。なら、こっち来てみろよ。ん？なんかフルーツがたくさんなってる。いい匂いなんだぞ。魔法のフルーツとかあるんかな。取っちゃダメだよ。見たことない植物がいっぱいある。え、今のグリムじゃないよな。何か今踏んだような。グリム声低くなった。おい、人の尻尾踏んでおいて素通りとはいい度胸だな。尻尾踏んだ？ごめんなさい。猫耳もあって尻尾もあるん？この人サバナ空老寮の寮長やんな。あんたここの管理人さん？それにしては柄が悪いような。いや、ちゃうやろ。こちとら気分よく昼寝してたとこだったのに思いっきり尻尾踏みやがって最悪だ。え、どこで寝てたん？床で寝てたってこと？すみません、通り道に尻尾を出しておく方が悪いのでは。まあもうここは謝っとこう。尻尾踏んだし。お前、ああ、入学式で鏡に魔法が使えねって言われてた草食動物か。草食動物。匂ぐな。かがれている。お風呂は毎日入ってます。え、臭いってこと？なんだかわからないけど、こいつに睨まれると背中の毛がゾワゾワするんだぞ。ライオンやもんな。このレオナ様の尻尾を踏んでおいて何にもなしってそりゃねえだろう。謝ったのにまだ怒ってる。出てきた寮長、今のとこみんな怒ってる。気持ちよく寝てたところを起こされて機嫌が悪いんだ。歯の一本置いてけよ。え、怖っ。歯一本、歯一本って何？食べるん？な、殴られる。おい、早くずらかるんだぞ。うん、逃げよう。殴られる前に逃げよう。レオナさん、誰か来た。かわいい。ああ、もうやっぱりここにいた。レオナさん、今日は補習の日っすよ。レオナさん補習あるんや。はあ、うるせえのが来た。
レオナさん、ただでさえダブってんすから。これ以上留年したら来年は俺と同級生っすよ。え、レオナさんおいくつ？ああ、うるせえな、キャンキャン言うんじゃねえよ。ラギ、俺だって言いたかないっす。もうやればできるのになんでやんないんすか。ほら行くっすよ。ち、今度俺の縄張りに入るときには気をつけろよ、草食動物ども。ラギーのおかげで助かった。レオナさんめっちゃ強そう。もう絶対バトルしたくない。緊張したんだぞ。なんなんだあの凄みのある管理人さんは。管理人さんではない気が。ライオンっぽい人だったね。あっちにカゴとトングがあったぜ。トランポラ君とデュース君、なんか二人見たらめっちゃ安心する。二人ともどうかしたのか？そうだ、栗拾い、いっぱい拾わないとタルトの食いぶちが減るんだった。よし、いっぱい栗拾って副寮長に届けよう。怖い管理人さんの話は栗を拾いながらするんだぞ。ってことがあったんだぞ。いや、絶対そいつ管理人じゃないっしょ。落ち着いて思い出してみれば、黄色いベストを着てたから、あいつサバの寮のやつなのだ。サバ、サバナクロウ寮のことか。もしかしてナイトレイブンカレッジって不良が多いのでは？まあヴィランって感じ。うし、かなりたくさん拾えたし、こんなもんっしょ。トレイ先輩のとこ持って行こうぜ。行こう行こう。にゃは、タルト楽しみなんだぞ。大食堂厨房。おかえり、ずいぶんとたくさん拾えたな。今日もかっこいい。これならでっけえタルトが作れるんだぞ。まあその分これだけの量を剥くのは大変だと思うが、頑張れよ。指めっちゃ痛くなりそう。これ全部か、気が遠くなるな。一人100個ぐらいかな。お菓子作りは下ごしらえが大切なんだ。へえへえ、わかりました。だったらとことんやってやろうじゃん。わー、リズム苦手。トラッポラ君と私絶対指痛くなる。グリームやってる？エピソード 1-10 まで終わりました。まさかのサバナクロウ寮のレオナさん、
レオナさんとラギーが出てきました。栗も拾ったし、あとはタルトを作るだけ。寮長が喜んでくれますように、許してくれますように。それでは今日はこの辺で終わろうと思います。見てくださってありがとうございました。